アキラさんに200円すればじゃチャットありがとうございます。ありがとうございます。夏にインテルが富安オファーあったらしいですが、今の調子なら冬もどうかしらオファーあると思いますか？いや、あるとしてもアセロは絶対出さないでしょうね。ちょっとね、もしかしたらわかんないよ。いや、5億パー出さないですね。これマジで俺魂かけていいっす。これ仮に富安移籍したらワンチャンプレちゃん俺引退してもいいと思ってる。っていうかそれぐらいない。つか出したらアホ。ピンタしに行く。アーサルまで。いや、獲得したクラブも含めて。みんな呼んでビンタも。一列いいな。一列。富安もビンタ。ケリーハインズ320円スーパーチャーでございます。トミングリッシュイズベターザンミー。なるほど。はい。ということで、本物っていう。富安のイングリッシュは、俺よりいい。トミングイズベターザンミーということで、ちょっと、まあ、落ち着いてください、皆さん。まだ本物かどうかわかんないですから。でも、ここからは本物のケリーも、本物のケリーも見てるということを心に刻んでコメントしてくださいね。うん、誰だと本物のケリーは。わかんないですよ。ハリーならわかるけど。ケリーっす。本物のケリーも見てるから。偽物の本物なんだよな。ラリーさん500円すればちょっとございます。トミヤスについてアルツァが、スタメンでもサブでも活躍できることは分かっていると言ってたので、アルツァも薄い守備層もあって悩んだのだなと。あとは怪我したらマジで前シーズン二の舞というのもあるかもしれないですね、ということで。すればちょっとありがとうございます。ありがとうございます。だから本当に、それを踏まえて言わせてください。うん、今日休んでいいよっていう。俺今日ね、枠にトミヤススタメン希望入れてないんですよ。俺今日スタメンじゃなくても一切言わないし、俺むしろ、よくやったっていう俺。今日は。うん。俺今日マジ休んでいい本当に。用法と容量を。うん。守りたい。マジで、生命生なんで、富は。かつ、だって、スペイン遠征でセビージャでめっちゃ出たわけでしょ、うん、うん。マジで今日はね、むしろジンチェンコも上げてきたわけですよ。富安がいいからって、富安ずっと使い続けて、ジンチェンコ使いづらいよねってなったら、そうのあれじゃないですか。うん。だから今日は俺ね、ジンチェンコ。ジンチェンコも育てる。ジンチェンコのいいところも見たいのが、言っちゃえば、本物のグーナーでしょ？まあ確かに。そう。うん、脳死で富安出せってるやつは、もうミシもグーナーじゃないわけですよ。うん。だから今日はジンチェンコ出してほしいなっていう気持ちあるんですけれども、多分スタメンっす。なるほど。うん。富安ね。うん。だって、裏切ってくるじゃないですか、あれ。確かになうん。一回ちょっとなそう、シールフル出たし、ジンチェンコもシール出てないかな。そうだね。うん。うん、俺の意見の客つくのがあれだからな。急にハイペースに出場させて怪我するまでがなんか、うん、見えるような気がするんだよな。そうなんだよな。怖いんだよな。ジンチェンコもね、普通に全然もう見たいし、ね、もちろんこの富安がね、スタメン出たことによって、ジンチェンコもさ、うん、ほら、こう、やってやるぞって思いもね、押してくるだろうしな。ちょっと一旦やっぱガッツ入れないとね。常人の考えを改めて言うしたら必ず逆説ですよね。何かしら深い、ご意見があるんですよ、アルスタ様には。そりゃそうよ、うん。それも含めてなんか、デンジャラスじゃないですか。デンジャラスって、褒め言葉だからね。悪いけど。使います結構なかなか、海外だと強い語気なんじゃない？いや、褒めてるでしょ。デンジャラス。デンジャラスな男と、ピースフルな男だったら、どっちの方が魅力的よ。こいついつもデンジャラスだなみたいな。本当に危ない人なんじゃない？デンジャーは。結構もうドクロマークとかのイメージですけどね。デンジャラスって。そういうチームであってほしいと。なるほど。その二人差し置いて、セドリックスタメンって言うと、デンジャラスだよ。いやもう。デンジャラスはパニックよ、もう。そこは。セドリックは。クイザーさん800円すればじゃ出ます。富安がスタメンじゃないと、なんでスタメンじゃないんだよって言われ、富安がスタメンだと休ませるよ、怪我したらどうすんだって言われて、ああ、俺には監督という職業は絶対にできないなと改めて感じましたと。そうですよね。でもさ、やんわりわからん。このし、それだってスタメンで見たい試合とスタメンじゃなくてもいい試合ってあったりするじゃん。特に怪我がちの選手って。うん。でもそれみんなによって意見違うから。まあそれはそうなんだよな。だから今日別にスタメンじゃなくても俺はいいけどスタメンで出せって声もあるしな。そうそう。だから結局、アルサに言いたいことは一つ。うん。まあ、俺の意見は無視してくれ。外野を無視してくれと。いや、そう。SNS 見ないでくれ、アルサと。
マジで、うん、うん、チームの人以外のあれはやっぱ聞いちゃダメ、うん、そうじゃないですか。間違いない、うん、ファンってアホだから。ファンはねアホなんよ本当に。ただモニター見てサッカー知った気になってる。言い方がちょっとあれですけど。だからあんまなんかプレちゃんとか見なくていいからね。全然見なくていいからね本当に。あでもおもろい動画だけ見て。クイズ系とか見ていいよ。説まとめとか見ないでほしい。確かにな。日本語の勉強になるぞ、うん、日本語の。ああ、そうそうそう。日本語を学びたいだろ、プレジョンで。俺やつ見て、見てほしいやつは見てほしいんだよな。うん。これもめんどくさいとこですよ。ラリーガクイズとかね、結構、できたんで。俺はできいいんだよ、あれ。できいいやつはね、見せてあげたいですね、これはね。さあ、最後5点目。俺と約束した5点目。うわぁ来た来た飛び出す飛び出す、うわぁ来たついについに、どんなパフォーマンスすんの。いや、待て待て待て、 OK! 何もしないんかい。ついに生まれました。ついもうみんな拍手を待ってた。2021年にやってきたのか ?2022 年か。2年 ?2 年、じゃあ1年か。2021年にやってきて、2年、2年と1ヶ月かかりました。なんもないよね。なんもないでしょ?うん。よーし!うわーお。いや、めでてえ!こりゃめでてえだよ、マジで。今日なんだ、50試合記念日か。記念日で!ついに生まれた富の背中トラップから手で押さえてこのズド。いいよー。いやー嬉しい。本当に来た。本当に来た。いやーいや嬉しいわこれは。もういい。トモさん320円スーパーチャットでございます。いや泣きそう。それな。いやー。うざむさん1800円スーパーでございます。18番今日富安のサードユニ勝った場合大勝利。いやーこれは完全によ、完全にもう大勝利だよ。こんな大勝利あるっていうぐらい最後の最後に。いやーいいもん見れたなー。新田さん200円スーパーでございます。今週渡るとトムの初ゴールウィークだーと。あそっか、渡るも決めてましたね。渡るも入れて決めますから。ヤンさん320円スーパーでございます。富安おめでとうと。めでてえな、マジで。次はミドルだ。次はミドルだ。トミミドルだ、マジで。トムリドルみたいになるわ。ピンクさん300円すばちゃいます。スーパースーパー、トムみんな喜んでていい雰囲気だし、俺は泣きそうだと。いや、いいですね。マジでもう本当に怪我しないし、天気悪いし、最高やで、マジで。結構、トミヤススタートの方も多いですからね。どう?レオちゃん泣いてんじゃないの?レオちゃん、どうだい?寝てないしだよ、あの人。いや、レイワチャンネル、この際配信してないでしょ。うっかりしてそうなイメージですけどね、彼。レイワチャンネルだってね、レイワさんどうだい、レイワさん。見てるから。わかんないけど。わかんないけど。やってないの?いや、これはお叱りですよ、マジで。何してんだい、レイワくんさ。レイワくんさ。レイワ遊びに行ってんの?何してんねん、令和くん。